20年近く、やってきた選挙区講演会を全部返上して、そのくら替えの先がですね、そうだ、勝本さんそうですよね、まあ、戦国時代の戦国時代の政治ですよね。憲法改正を進めようという方たちは、やっぱり自民党は何やってんだと、ね、機は熟して。本日は長島昭久衆議院にお越しいただきました。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、紆余曲折あったんですが、2019年の6月にかつて石原伸晃さんの秘書をやっておりましたので、四半世紀ぶりに自由民主党に復党ということで、復党するためには選挙区を明け渡さなければいけないというのは、これは私にとっては20年近くやってきた選挙区講演会を全部返上してですね、行けと言われるところに行くと、身をちぎれられるような、そんな思いでありましたけれども、まあ、講演会の皆さんと涙の別れをして、まあ、たまたま割り当てられた選挙区が東に10キロぐらい移動したちょうど隣の選挙区で、今は府中市、小金井市、武蔵野市という東京第18区で、前回の衆議院選挙初めて自由民主党公認で戦って、なんとか比例復活で議席を維持するということで、これ今お話しいただいたんですけども、これよっぽどの覚悟あったと思うんですけど。そうですね、まあ、本当にその覚悟を促す要因は、野党としてね、もう一回この政権交代ひっくり返すだけの展望がね、全く見出せなかった。現実的に対応していかなきゃならないこのご時世に、空想的なね話だけで票を集めてね、議席を得て、何度やっても私はもう55年体制と同じで、本気で政治やるならもう恥を忍んで全てを返上して、やっぱりそれがもともと私を講演してくださった方々の期待に応える道でもありました。政治家を応援するっていうのは、やっぱり何かこう自分のこう夢みたいなものをかける、ね、はい、こいつを通してこう日本を良くしたい、こいつをこの活動を支えることによって自分たちの夢をこう実現したいって、まあ覚悟を決めて、くら替え、くり替え受け入れてやりましたとか、やって受け入れたそのくら替えの先がですね、そうだ、神本さんだったと。そうですよね。まあですから、くら替えをする決意をし、そして国替えを受け入れたところまでは良かったんだけど、はい、行けと言われたところが、まあ、関西の選挙区だと天を仰ぎましたけど、これがもう生きる道だと、まあ、腹をくくって、まあ、先輩の胸を借りる思いでね、戦いましたまさに政治でございます。いや、戦国時代の戦国時代の政治ですよね。憲法改正議論、ええ、敗戦国のですね、第二次世界大戦、まあ、ドイツももう、ええ、もう何十回、イタリアも何十回憲法改正で、日本だけ戦後まだ改正されてないと。憲法改正を進めようという方たちは、やっぱり自民党は何やってんだと、ね、自民党の綱領に憲法改正、党勢であると書いてあるのに、なんだいつまでもサボってんじゃないよと。しかも安倍政権時代、衆議院も参議院も3分の2、はい、つまり国会の3分の2、両院の3分の2で発議できるというのが憲法改正条項96条ですよね。持ってんのになんで使わねえんだと、こういうもかなりご批判をいただくんです。でそれに対しては、いや全くおっしゃる通りなんだけど、その後に最大のハードルは国民の過半数の合意を得なきゃいけない、はい、だからまあ確かに数はね、まあ、無理をすれば3分の2、3分の2で発議することができるけど、そこでまずあまり無理をしすぎると国民の過半数のところを取れなくなってしまうんじゃないか。なるほど。一度改正に失敗し、つまり国民から、まあ、蹴られちゃったら、もう二度と再びできないんじゃないかという恐れが、やっぱり自民党の、まあ、ある程度の人たちの中にあったんだと思うんです。なるほど、ね、ところがですね、しかし今やさっきの国民の意識の変化というものを考えると、私は機は熟しているというふうに思いますし、まあ、これすごく
アイロニーっていうか皮肉なんだけど、はい、安倍さんはあのものすごく憲法改正して、やりたいっていう思いを持ってた、はい、あんまりね総理がこうやりたいっていうのを前面に出すと逆にこの国民が引いてしまうというところが実はあるんです。なるほど、これ逆説的なんだけど、ね、岸田さんみたいに、まあ、ハト派であんまりそうやってこうギラギラした憲法改正の思いをこう前面に打ち出さない総理大臣の元の方がもしかしたら憲法改正やりやすいのかもしれません。もうすでに自民党は4項目の案を持っています。例えば9条だったら自衛隊を書き込もうとか、はい、あるいは緊急事態の条項を入れようとか、国会議員の任期はもう憲法で定められています。そうですよね、4年以上は衆議院伸ばせませんから、逆立ちしても。だからあの何か災害で選挙を行わなければならないときには伸ばすことができるというような改正を、まあ、緊急事態の時にはやろうとかですね、まあ、具体的な4項目がありますので、やっぱり自民党だけじゃなくて各党そういう項目を出してもらって、それを衆参両院の憲法審査会できちっと揉んでいく。今ようやくね、国民民主党がと維新の党、維新の会が審議の正常化に応じてくれてたんです、はい、今まで、うん、とそれで、まあ、ずっと共産党と立憲民主党がずっとサボタージュしてきたんだけど、さすがに国民の民意には逆らえないということで、ようやくね今国会から毎週議論することができるようになりましたんで、これをずっとコンスタントに続けていけば相当程度あの憲法の議論というのは煮詰まると思います。この黄金の3年間をまた無駄に、ね、はい、空飛してはいけなくて、やっぱり、原発も含めたエネルギーの問題、安全保障、現実的な安全保障政策、そして、この憲法改正の問題、こういうその今までなかなかこう気兼ねしてできなかった問題にきちっと腰を据えて、この3年間をどう、与党として国民の将来に対する責任を果たしていくかっていうね、そこをやっぱりあの国民から見られてると思いますので、ね、もうすっごく分かりやすく感じてまあだから一般的にはお茶の方はですね、まあ総理が、ええ、まあ、勝手に決めてみたいな意味です、ええ、やっぱりおっしゃったように、あの議会ですもんね。議会なんです。ね、で議長を中心に、で議員の皆様、それ最後国民投票という形ですね。みんなで決めるという形で、はい、改めて今自由民主党議員として、うん、与野党をどう見られますか。かつて政権交代を目指していた時の民主党、当時の民主党の勢い、あるいはその提案型のね政策論争、こういう勢いは全く野党からは感じられませんよね。ああ、そうなんですね。そういう意味で言うと、この野党側からの圧がないんですよ。ほとんどない。外から見てるのと中に入ってみて、やっぱり一番の違いは、本当に真剣に議論してますね。自民党の中で朝からもう勉強会、それぞれの分野でもう有識者を呼んできて、あるいは議員同士の議論、もう怒鳴り合うぐらいの議論、ええ、これはもう農業政策から安保政策から子ども政策からもう全てにわたってかなり幅広いあの考え方の中で議論が行われています。ですから、まあ、それをまあ霞が関がある意味サポートしている、はい、この与党の層の厚さ、その政策の幅の広さ、政権交代する頃はやっぱり民主党側からの提案でこう自民党がこうぐらつくっていうことは何度かありました。あのコンクリートから人へ、これはあんまり公共事業は悪だって言い過ぎた部分もあるんだけど、本当の主は人だと、人づくりだと、はい、教育もそうだし子育てもそうだしという、こういうこうある種のパラダイム変化みたいなインパクトのある提案が当時はかなりなされてました。なるほど、そこで一番大きな野党がそれに責任を持ってこれを実現するために政権交代をしてくださいっていう、そういうかなり圧が自民党にかかったと思うけど、今は散発的な提案はあるけど、体系的にあんたたちがもう時代遅れだから取って代わりますっていうようにはなってないでしょ。そうですね、で我々も中でもう時代に乗り遅れてはいけない、もっと時代を先取りしていこうということで本当に最先端の政策議論もやってますので、今はねやっぱり無責任な野党に任せるよりは、あのしっかり我々で政権を十分になっていけるというふうに思ってます。ぜひですね、あの自民党が腐敗堕落したらもう尻を叩いていただいてですね、しかし
きちっと政策をやっている時はですね、ぜひ熱烈な支持をしていただきたいと思いますし、国民の支持にあぐらをかくんではなくて、しっかり自分たちを戒めてですね、国民の皆さんの理解できる、納得できる、説得力のあるですね、正当な政治をこれから展開していきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。いやー、これ盛りだくさんの内容で、しかもこう常に熱く、もうまっすぐなご回答ありがとうございます。ぜひまたこの、ね、続きもやりたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。本日は長島昭久衆議院議員にお越しいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい。